ドローン宅配便とは小型の無人飛行機を用いた商品宅配サービスのことである。2017年にレイキャビクで開始したアハシャのドローン配送サービス2013年12月ネット通販作用手のアメリカ企業のアマゾンドットコムがドローンを使った商品の配送を検討していると公表し注目を集めた。アメリカ国内ではドローンを商業目的で 屋外利用する場合に連邦航空局による特別な許可が必要になる。そのため同社は2015年3月に連邦航空局から試験飛行の許可をもらい実用化を目指している。アマゾンに続き2015年10月26日にはアメリカ小売り最大手であるウォルマートストアーズが中国の DJI のドローンを使った商品配送を実施するために 連邦航空局に対し屋外での試験飛行許可を申請したとロイター通信社など複数のアメリカメディアが伝えた。ウォルマートストアーズ広報担当者はロイター通信社の取材に対してアメリカ国民の7割は全米5000店舗あるウォルマート店舗から5マイルの県内に住んでおり店舗からのドローンによる宅配サービスが実現すれば需要があると話した。ウォルマート社では 将来的に商品宅配や物流センターの在庫確認にドローンを活用する構想である。しかし、連邦航空局はドローンでの宅配事業に慎重との見方もあり、実際のサービス開始に向けては、同局と申請企業との間の調整が続くと見られている。さらに、同年11月には IT 大手である Google も2017年には、 宅配サービスを実現させる目標を示し、空からの宅配サービスをめぐり、一段と競争が激しくなった。2015年11月29日には、アマゾンが開発中の配送用のドローンの映像を公開した。上空の障害物を避けながら飛行でき、飛び続けられる距離は2 5トルという、高度は最高約1 2 0ルで、 約2ラムまでの商品を30分以内で届けられるという。映像ではドローンが民家の庭に置かれた着陸用の目印の上に降りる様子も映っていた。アメリカ連邦航空局はこの時点ではドローンの商業利用についての規制をまだ固めていない。アマゾンはこの映像公開に先立つことの同年7月、飛行機などとの衝突を避けるため空を コードごとに区分して宅配用の高速ドローン専用空域を設定することを提案していた。同社によると2016年時点ではアメリカ、イギリス、イスラエルでの宅配事業の実証実験が行われているが同社による日本での実証実験は未定だった。2016年に中国の共同集団は農村部での世界初の商用ドローン配送サービスを開始し、 2017年8月にはアイスランドの企業アハとイスラエル企業フライトレックスが中国の DJI のドローンを用いて都市部での世界初の商用ドローン配送サービスを開始した。世界初の全国規模でのドローン配送サービスはルワンダでアメリカ企業ジップラインインターナショナルが2016年に開始した。国連の専門機関である国際電気通信連合が 世界無線通信会議を原則3から4年に1回開いているが、スイスジュネーブで開催された会議において、民間で大型無線航空機を人工衛星経由で操縦するための周波数の割り当てが決まったと2015年11月28日、月朝日新聞有観が報じた。それまで人工衛星経由で操縦されるドローンは、各国の軍隊が独自運用する軍用ドローンに、 ほぼ限定されていた。民間に周波数の割り当てが決まったことで、将来、長距離を飛ぶ大型ドローンの商用利用が一気に進む可能性が出てきた。千葉市は2015年10月30日に国家戦略特区等における新たな措置に係る提案募集に対し、幕張新都新地区におけるドローンを使った宅配サービス事業の提案を行った。政府レベルでは、 同年11月5日、未来に向けた官民対話の第2回会合が、総理大臣、主要閣僚と、経済3団体のトップやトヨタ秋を、トヨタ自動車会長、ポール・マイズナー、米アマゾン・ドット・コム副社長らが出席して開かれた。この中で、安倍首相は、自動走行、ドローン、健康医療は、安全性と利便性を両立できる、有望分野だと述べ、その場で、 環境整備の具体策を述べたという。規制緩和を加速させ、企業の研究開発などへの投資を増やし、経済成長につなげる狙いである。ドローンを使った荷物の宅配は、航空法を改正するなどして、実現につなげる考えである。官民の協議会を立ち上げ、2016年夏までに、ルールを整える方針である。同年12月15日。 政府の国家戦略特区諮問会議において国家戦略特区に千葉市を指定しドローンを使った宅配ができるようにすると発表した千葉市の計画によると幕張新都心地区のマンションの周辺にドローンの発着場を設け約 10km 離れた物流倉庫からドローンで海や川の上を通って荷物を運ぶ米アマゾンが参入する方針でありこの地域にある 物流倉庫を活用する。ドローンを使うことで配達の時間を短くしたり人件費を減らしたりできる。また、同地区のドラッグストアからマンションの各個のベランダなどにドローンで薬や日用品を届ける計画もある。合わせてテレビ電話で服薬指導を受けて処方薬を買えるように規制を緩め、外に買い物に出にくい高齢者や子育て世代などの利便性を高める。 工術改正航空法では、ドローンは高さ150メートル以上や、人工集中地では、飛行が禁止され、目視による監視も常時求められるが、こうした規制も緩和する。ドローンによる宅配を目指すアマゾンは、米国など複数の国でテスト飛行しているが、事業化には至っていない。アマゾンは2018年までの事業化を目指す。実現すれば、世界初となる。 熊谷俊人市長が日本経済新聞の取材に対して明らかにしたところによれば千葉市は2016年4月からドローンによる宅配実現に向けて官民共同でのプロジェクトチームを立ち上げることになったプロジェクトチームには楽天やヤマト運輸などドローン宅配便の事業化を検討している企業が参加し千葉大学発ベンチャーの自立制御システム研究所と 組んで荷物を抱えたドローンが強風の吹く会場でも安定的に飛行できるかどうかなどについて調べる千葉市と楽天をはじめとする物流や通信などの大手企業約10社さらにドローンの開発製造を手掛ける自立制御システム研究所による官民共同の検討会が2016年4月11日プロペラの6つ付いたドローンを使って 個人の家に宅配をする実証実験が千葉市三浜区の幕張新都心で行った。2019年の実用化を目指すという、兵庫県矢部市は三井物産と組んでドローンによる医薬品の配送を目指している。患者がテレビ電話などで遠隔診療を受けた後、必要な医薬品を送ることを想定して、同市内で試験飛行を始めた。 山間地などに住む住民に利用してもらう考えという。ただし、医療用医薬品の販売は対面に限定されているので、国家戦略特区に指定されている同士は政府に規制緩和を求めていく予定である。アメリカの大手製薬企業であるメルクの日本法人である MSD は2016年4月6日にドローンを使った医薬品配送事業の実用化に向け、 日本の大手医薬品卸卸企業であるアルフレッサとエアロセンスと提携することで合意した。2020年4月、大分県は津久美市の離島のむ島までドローンで医薬品を運ぶ実証実験を行った。全国初のドローンによる一般用医薬品配送システムであった。ANA ホールディングスは2022年度にも国内でドローンによる物流サービスに乗り出す。 ドイツの新興企業が開発したドローンを導入し、全国の離島や山間部に日用品や医薬品を運ぶ。国内航空会社でドローン配送を始めるのは初めてとなる。ネット通販大手の楽天は2016年5月9日から千葉県温宿市内のゴルフ場内での食事やゴルフボールなどの配送サービスを始める。高度なドローン開発技術を持つ 自立制御システム研究所が開発したドローンが用いられる。楽天の専用アプリをダウンロードし、ゴルフ場のどこにいるかを入力する。楽天では他のゴルフ場にも広げた後、この技術をネット通販の商品を過疎地に送るときにも活用するという。2018年11月7日、福島県南相馬市小高区の小高郵便局と、 浪江町の浪江郵便局間でドローンを使った荷物配送を始めた。ドローンを操縦者が指認せず、補助者による機体監視もない状態で飛行するのは国内初であり、将来的には郵便物などの配送を目指す。最高速度は時速54キロで重さ2キロまでの荷物を積み、月に6日間、1日最大に往復で運用する予定。 楽天株式会社と株式会社ローソンは2017年10月31日よりローソン南相馬小高店を拠点に専用車両による移動販売とドローンによる商品配送を連携させた試験的な取り組みを開始した。ドローン配送とコンビニエンスストアの移動販売を連携させた取り組みは日本国内では初めての事例であった。南相馬市小高区は 東京電力福島第一原発事故の影響による避難指示区域の指定が2016年7月に解除され住民の帰還が進み町としての活気を取り戻し始めているものの日用品や食品など買い物環境の向上は優先すべき課題となっているローソン南相馬小高店は2016年10月に オープンし、避難指示区域の指定解除以降、小高区内で最初に営業を再開したコンビニエンスストア。この協業では同店舗を拠点に小高区内で週2回の移動販売を開始し、そのうち週1回限定で移動販売車両では積み込めない温度帯である唐揚げくんをはじめとしたフライドフーズなどの注文を受けた際に楽天ドローンの専用機で店舗から 移動販売先へ配送するものであった。2021年6月10日、牛丼チェーンの吉野家と小型ドローン機開発のエアロネクストは神奈川県横須賀市でドローンを利用した弁当デリバリーの実証実験を行った。宅配サイトで注文を受けた 5km 先の横須賀市立市民病院の屋上に牛丼を配達した。2015年12月10日施行の 改正航空法は、ドローンの基本的な飛行ルールを定めるものであり、空港、ヘリポートや飛行場の周囲、高さ150メートル以上の空域や、人口密度が1平方キロメートルあたり4000人以上の人口集中地区上空が、国土交通大臣の事前申請の上許可制となる。許可基準と手続きはおおむね厳しく煩雑である。人口集中地区おおむね都市部や郊外住宅地が、 該当し、許可不要となるのはおおむね農村地域となる。重さ2 5ラム以上の機体には100時間以上の飛行に耐えられることや、飛行データの記録機能の搭載を求める方針である。飛行禁止となる空域では、国土交通省が機体の性能や安全対策を審査し、許可が出れば飛行できる。東京大学大学院の鈴木真嗣教授も、今回の改正航空法は、 非常に厳しいが、業界は安全性を追求する責任がある。現在世界で販売されているドローンは、中国製が7割を占めると言われる。物流など商業用の大型ドローンの安全性が、世界中で求められるようになると、今回の法改正を乗り越えたドローンが、世界市場を獲得できるチャンスは、十分にある。と話した。航空法以外にも、 小型無人機等飛行禁止法による国の重要施設などの周辺飛行禁止、ドローンに使用される無線設備の電波法による規制、地方公共団体の条例による特定の地域、空域での飛行等禁止、無人航空機の飛行の禁止を表明している第三者の住居、邸宅や建造物の上空飛行などを考慮する必要がある。ドローン宅配便には配達時間や 人件費の削減に加え、外出の困難な子育て世代や、高齢者などの利便性の向上に役立つという期待がある一方で、課題もある。第一に、安全面において、ドローンが操縦不能になったり、荷物を落としたりすることがないようにする必要がある。前述、自立飛行システム研究所によると、ドローン自ら障害物を検知して回避する技術を開発しており、 異常があれば、高度を下げて、東京湾や事前に決めた海沿いの空き地に、不時着させるという。さらにドローンには記録用カメラを搭載し、常時撮影する必要があるが、そこには関係のない人や物が映り込むことは避けられず、プライバシーの保護が課題になる。ありがとうございます。